水族館やドルフィンウォッチングなどで人気を集めているイルカ。イルカはとても頭が良くて社交的でありながら、海の遠い場所や深い場所まで泳ぐことができます。野生のイルカは群れで生活します。家族の絆がとても強く、音を使った言葉によってコミュニケーションをとっていると言われています。また人間以上に好奇心旺盛で、人間に対して警戒心を見せず、懐くとイルカから寄ってくることもあります。そこで今回は野生のイルカの心温まる2つの話をお伝えします。ブラジル北東部ペルナンブコ州で5月24日以降、約1週間にわたって継続的に強い雨が降り続き、洪水や土砂崩れの被害が相次いでいます。この集中豪雨で少なくとも106人が死亡し、10人が行方不明となっているといいます。ブラジル国内各地で甚大な被害に見舞われる中、洪水に見舞われたある民家の玄関に野生のイルカが人間を恐れることなくやってきました。ブラジルのペルナンブコ州を襲った洪水や土砂崩れは甚大な被害となっています。その被害は同州以外にアマゾナス州でも発生していて、同州イランドゥーバ市にあるパリカトゥーバ村も近くのネグロ川の堤防が決壊したことで洪水による被害が相次ぎました。そんな中でパリカトゥーバ村のある一家のもとに訪れたお客様が話題となっています。一家は洪水被害に遭い、さぞかし肩を落としているであろうと思われましたが、一頭のイルカが彼らに笑顔をもたらしました。当時この家は床の高さまで浸水し、至る所で水浸しとなっていました。すると水かさの増した家の玄関に突如野生のイルカが泳いでやってきたのです。イルカは一家から餌を与えてもらい、嬉しそうに水面から顔を出しています。そんなイルカの姿に子供たちも集まり、イルカはまるで被災した家族を元気づけるためにやってきたようにも見えます。この時の様子が SNS でシェアされると、その素敵な家族と新しく家族になったイルカに祝福を。イルカは人間にとって最高の友達であり、犬の次に賢い哺乳類なんだよね。イルカはその家族が親切で素敵な家族だって感知したんだよ、その判断は正しかったね、などたくさんのコメントが寄せられました。現地メディアによると、この家の近くを流れる目黒川が氾濫し、イルカは水位が高くなった街中を泳ぎ、この家にたどり着いたと見られています。ちなみにこの地域ではイルカとの交流がよくあるのだそうですが、多くの人がイルカの愛らしい行動に驚くとともに温かい気持ちになったようですね。続いて、イルカはとても知能が高いことで知られていますが、オーストラリアに生息する野生のイルカが人間に対して何ともいじらしい行動が話題になっています。イルカは地元のボランティアスタッフに餌をもらう代わりに、海の中からプレゼントを持ってやってくるのだそうです。オーストラリアクイーンズランド州クールーラコーストのティンキャンベイにあるバーナクルズカフェは、バーナクルズドルフィンセンターを併設していて、ここでは餌付けプログラムとしてボランティアスタッフの案内のもと、野生の品薄色イルカに一般の人も餌を与えることができます。カフェがあるティンキャンベイには、いつも決まった7頭のイルカが入れ替わりやってきては、観光客から餌をもらっています。しかしここのところの外出自粛でカフェは一時閉店し、餌付けする観光客が来ないとあって、イルカたちは口寂しい状況にあったようです。しかし先月のある朝のこと、ミスティークと呼ばれる29歳のオスの品薄色イルカがボランティアスタッフに差し出すようにサンゴのかけらを口の上に器用に乗せて持ってきました。また他の日にもやってきては、サンゴ以外にも空き瓶などを持ってきたのです。このカフェによると、ミスティークはボランティアスタッフから餌をもらうお礼としてプレゼントを持ってくるのだといいます。それはサンゴのかけらや空き瓶以外にも木材や貝殻など様々なものがありました。ボランティアスタッフであるリン・マクファーソンさんによると、ミスティークのこの行動は以前からあったものの、
最近は餌付けする観光客がいないため、プレゼントを持ってくる回数が増えているのだそうです。私たちはお返しとしてイルカに魚をあげなきゃならないんですよね。特に訓練したわけではないんですよ。でも私たちが恩返しをしなければならないようにイルカに訓練されたって感じですね。カフェが一時閉店したことで、最近は頻繁に持ってくるようになったんです。時には10個のプレゼントを一つ一つ持ってきては一列に並べておいていくんですよ。餌である魚のお礼としてね、とリンさんは話しています。カフェの休業中、観光客から餌をもらうことができなくなってしまったため、ミスティークは知恵を絞って人間から餌をもらう方法を考えたようです。リンさん曰く、ミスティークと一緒に仲間のイルカもやってくるのだとか。口の上にプレゼントを乗せてやってくるのはミスティークだけですが、一緒にやってきた仲間のイルカたちにもお礼に魚をあげているそうです。幸いなことに、クイーンズランド州では最近になり行動制限が緩和されたことにより、飲食店の店内での食事が可能となりました。そのため同カフェも営業を再開することができました。餌付けプログラムは人気のアクティビティで、特に学校が休み期間になると毎日最大200人の観光客がセンターを訪れるそうです。普段から人間との関わりを楽しんでいる人懐っこいイルカたちにとっては、再び多くの観光客が戻ってくることを何より楽しみにしていることでしょう。コロナ禍の影響を受けているのは人間だけではないようですね。人間と関わり合って生きている動物たちにも影響があるのですね。様々な活動制限が緩和されつつあるので、コロナ前の暮らしに一日も早く戻れることを願うばかりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。